こんにちは、レッドスノーモです。今回なんですけれども、虚偽表示に関する基本的な内容と、ちょっと一歩進んだ内容まで今回お伝えできればなと思っております。まず、虚偽表示って何かというと、複数の人がグルになって嘘の表示をすることなんですね。例えば、A さんがいて、A さん土地持っていましたと。で、A さんは税金を滞納してた。例えば、所得税を滞納してましたと。で、これ国から差し押さえが来る可能性がある。だから、A 名義にしておくと、これ差し押さえられて取られちゃうわけだから、この土地を B さんに売却しようと。これは AB 間にグルになって、本当にね、B さんに売るわけじゃなくて、名義だけ B さんに移す。そのために AB 間で売買契約をしたと。こういった事例です。この場合っていうのは、これ嘘の表示をしてますよね。で、しかも A と B がグルになってやっていると。いうことで、これ虚偽表示と言います。で、この虚偽表示っていうのは、思っていることと表示している内容がこれ食い違ってるんですね。思っていることって何かというと、これは A さんこれ別に売ろうと思っていないんですよ。で、一方で表示は売りますよって表示しているわけです。つまりこれっていうのは真意ではない、思っていることではないこと、これを表示しているわけですよね。思っていることと表示した内容が食い違った場合っていうのは、これは無効なんですね。これは心理留保でも勉強した内容です。心理留保では、冗談で売りますよって言って売った場合、これが心理留保でしたよね。売ろうと思っていない、これが思いですよ。意思ですよね。それに対して、売りますよって冗談で言ってるわけですよね。これが表示です。つまりこれも、思っていることと表示した内容が食い違っていると。いうことで、これも無効でしたよね。心理留保も原則無効でした。虚偽表示も今回と同じような考え方で、当事者間では無効になります。これはまず頭に入れておきましょう。虚偽表示は当事者間ではこれ契約無効だよと。つまり AB 間でね、嘘の契約をしたとしても、この売買契約は無効だということです。で、続いて、第三者が現れた場合どうなるかというと、善意の第三者に対しては無効主張できないんですね。虚偽表示によって、売買 AB 間で売買契約をして、名義は今 B 名義になってます。この土地はもう B さんに移ってます。名義は B さんに移っています。で、B さんが C さんに売りましたと。この場合、C さんは第三者になるんですね。で、この C さんが虚偽表示について知らなかった、善意だった場合っていうのは、C さんを保護するんですね。つまり C さんは買いたいと思って買っているわけだから、無効主張されたら困るわけですよ。ここで無効ですって言ってね、取り戻されたら困るわけです。だから C さんが善意の場合は無効主張できない。A さんも B さんも無効主張はできませんよっていう内容なんですね。まあこれ逆を考えると、第三者 C さんが悪意だった場合、まあ虚偽表示のことを知っていた場合ですね。知っていた場合は A さんはこの AB 間の売買契約を無効、これ主張をして C さんから土地を取り戻すってことはできます。で、一つ目のポイントとしては、これ、過失の有無は関係ないんですね。つまり、C さんは善意でありさえすれば保護されるわけなので、C さんが過失があったとしても、善意であれば保護されます。つまり、A さんは無効主張できないってことなんですね。で、次のポイントとしては、この第三者ってどんな人なのかってことなんですよ。で、これについては、民法の条文では記載されていないんですね。判例で、このように言ってます。緑のように言ってます。判例ではもうちょっと詳しく言ってるんですけども、それをちょっとざっくりですね、噛み砕いて解説します。噛み砕いてもちょっと難しいんですよ。この第三者でどういった人かっていうと、当事者または包括承継人以外のもので、かつ新たに独立の法律上の利害関係を持ったものっていうふうに判例では言ってるんですね。これちょっと一つ一つ見ていきます。まず当事者って誰かっていうと、この売買契約、いわゆる虚偽表示をした当事者なので、A と B さんですね。または、包括承継人。この人たちの包括承継人ってどういった人かっていうと、例えば、売買契約をした後に A さんが、お亡くなりになったと。こういった場合、相続人が包括承継人になります。B さんもそうですね。B さんが亡くなって、相続された方。これが包括承継人となります。それ以外のものなんですよ。だからこの人たち、およびこの人たちの相続人とかっていうのは、第三者には当たりませんよって話ですよね。第三者に当たるものっていうのは、これら以外の人です。で、かつ、
新たに独立の法律上の利害関係を持ったもの、この新たに独立のっていうところを次見ようと思うんですけども、この新たに独立のってこれどういったイメージかというと、この C さんを見ていただくとすごく分かりやすいんですよ。この C さん第三者に当たるんですけども、このまず虚偽表示をして土地はこっちに動きましたよね、名義は B に移りました。その後に B さんから C さんに売却されているわけだから、新たに独立の法律上の利害関係を持ってるんですよ。これ独立してますよね。 AB 間の僕の売買契約の後に新しくこっちの BC 間の売買契約っていう風な形で独立して法律上の利害関係を持ってます。これ目的物は土地ですよね。土地について A から B に移って、その後で新たに独立して B から C にこう移るっていう話なので、これは新たに独立の法律上の利害関係を持ったものですね、 C さんは。じゃあ国はどうなのか、国はどうかというと、国はまだ差し押さえをしてません。差し押さえを免れるために A さんは B さんに虚偽表示をして売ったわけですよね。まだ国は差し押さえしてない。こういった状況で国っていうのは第三者には当たらないですよね。これ意外と勘違いしてる方いるので、この点注意しましょう。で、その他第三者に当たる事例ですね、これをお伝えしようと思います。今回 C さんっていうのはここですね、不動産の仮想譲り受け人からの譲り受け人と。まず不動産の仮想譲り受け人っていうのは、これ仮想譲渡をしますよね。虚偽表示をして別に売るつもりないけども売ってるわけです。グルになって売っている、これが仮想譲渡って言います。仮想譲渡、これの譲り受け人だから、譲り受けた人って買い主側ですよね。だから B さんが不動産の仮想譲り受け人になります。で、ここからの譲り受け人なんですよ。からの譲り受け人だから、これ C さんのことを言ってるんですね。これよくテキストとかにこうやって書いてあるんですけれども、これ非常に難しいんですよね。ややこしい。でもこれ具体例出したらすごく分かりやすいじゃないですか。まあ言ってることは簡単なんですよね。そしてもう一つ、仮想譲り受け人の不動産、これ人が抜けてますね。仮想譲り受け人の不動産について抵当権の設定を受けたもの。仮想譲り受け人の不動産っていうのはこの土地のことですよね。仮想譲り受け人は先ほども言った通り、これ B さんですよね。 B さん、この B さんが所有している土地、つまりまあこれが名義は B さんに変わっているわけなので、この不動産に対して抵当権の設定を受けたものなので、例えばもうここに土地は来てますよね。これに抵当権を設定した抵当権者といったイメージです。この C さんも第三者に当たります。まず当事者包括証券人以外のものですよね。で、新たに独立の法律上の利害関係を持った人なのかを考えると、まずここで売買契約をしています。その後 B さんが C さんのために抵当権の設定をしている、まあ、BC 間で抵当権設定契約をしているって考えてもいいです。なので新たにこの土地について法律上の利害関係を持ってきますよね。 C さんは抵当権設定してもらってるわけなんで、だから C さんも第三者に当たるよということです。なので第三者に当たるか否かの判断基準っていうのはこの緑の内容です。当事者またはその包括証券人以外のもので、かつ新たに独立の法律上の利害関係を持ったもの、これに該当すれば第三者ですし、これに該当しなかったら第三者には当たらないよという内容です。で、今回お伝えをしたこの第三者ってどんな人なのかっていう内容は、これ難しい内容なんですね。なので、まだ勉強したての方っていうのは、まあ、ここまでは分からなくてもいいんで、まず頭に入れてほしいのは、虚偽表示については当事者間では無効ですよと。で、第三者が現れた場合、第三者との関係では第三者が善意であれば、つまり虚偽表示を知らない場合は第三者を保護して当事者である A さんは無効主張できませんよ。一方で C さんが悪意だった場合、第三者が悪意だった場合は無効主張できますよ。A さんを無効主張して土地を取り戻すことができますよ。この図の内容で言ったら、 C さんが、悪意だった場合、この虚偽表示を知っていて抵当権の設定を受けたというのであれば、 A さんは無効主張して、この売買契約これ無効主張をして抵当権の消滅を主張することができるということになります。そして A 社レトスは、個別指導を行っております。で、個別指導はこのようにできるだけ、詳しくですね、市販のものだったり予備校とかでは教えてくれないような噛み砕いた解説だったりとか理解の仕方だったりとか、そういったことも解説しております。なので、もし、次の試験で絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。そして個別指導の概要については左上の動画、ぜひご覧ください。またチャンネル登録していない方は
こちらの下のボタンからチャンネル登録していただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。